迷わず逃げてください。もしも、上司が、斎藤知事タイプ、だったらに即答した人事コンサルの死に、兵庫県知事の斎藤元彦氏が土俵際に追い込まれている。百条委員会での公益通報に関する見解、後ろ盾だった日本維新の会からの辞職勧告など、知りことが最善の選択と言える中で居座り続ける姿勢を貫き、 いよいよ県政運営にも支障をきたしかねない状況だ。表、パワハラチェックシート、もはや、権力が肥大した慣れの果て。パワハラの域を超えた極限的なハラスメント上司と言えるでしょう。アメリカの大統領のような権力を保持する知事を簡単に辞めさせることは難しいですが、これに似たようなケースは民間企業でも見かけることはあります。 こう明かすのは、管理職関係の著書も多く、社員研修も多数行っている人事コンサルタントの荒井健一氏だ。荒井氏が目にしたケースでは、暴君のような幹部クラスの人物が好き勝手に組織内で権力を乱用。結果、大量の離職者を生み、残った部下からの信頼も失った挙句、最終的には親会社の幹部が登場し、 感触へ追いやられたという。民間にもいる、最コ系噛みつかさ。手柄はすべて自分のもの。部下の意見には耳を貸さず、自分にプラスになるなら平気で嘘もつく。もちろん人情のかけらも持ち合わせない。そのくせ自分のプレゼン能力には長、たけ人を引きつけるオーラのようなものを持ち合わせている。 パワハラ的な対応と外部からの評判を高めることに引い出た能力。矛盾する二つの才能を持ち合わせ、感情面に起伏がない。こうしたタイプの上司を荒石は、サイコパス的と評する。とにかく自己中心的、意にそぐわないものは徹底的にこき下ろし、トラブルが発生しても非を認めず、はぐらかしてしまう。サイコパスは、 反社会性パーソナリティ障害と言われ、自己中心的でルールを破ることに罪悪感がないとされる。全人口の男性の3%女性の1%、日本では約150万人が該当すると言われる。もしも自分の上司がやばい人なら逃げて。皮肉なことに仕事ができるタイプが多く、 上昇志向も強いため、自分の上司がサイコパス的な人間に当たる可能性は十分あり得る。万一、そうしたタイプの上司に当たったら、迷わず逃げてくださいと荒氏は明言する。理由はサイコパスタイプの人は、どんなに正論を言っても受け入れてくれません。むしろ反論しようものなら、何倍にも返されて、 精神面をズタズタされてしまいます。感情がないに等しいですから、情など未塵もありませんと荒氏は説明する。コンプライアンス遵守を厳しく叫ばれ、ハラスメントもすっかりおとなしくなったと思われる日本の職場環境。それでもサイコパスタイプが入り込む隙はあるのか。ステップアップできるなら、平気で仮面をかぶり、 嘘で塗り固めることができる人種です。見分けるチェックリストはありますが、それをすり抜ける術を持ち合わせていますからほとんど意味がありません。究極的ですが、本能的に危ないと感じたら、それが答え。迷わず逃げることですと新井氏は、その危険性と対処法を力説する。日本人会社員との相性が最悪なタイプ。 典型的な日本型の会社員とサイコパスタイプの上司とは非常に危険な組み合わせと新井氏は補足する。日本の労働者は世界一不安で不満で不幸と国際的な労働機関からお墨をもらっているくらい辛そうに仕事をしている人種なんです。自己重要感が低く自己有用感、人の役に立ちたいが高い。 そして日本人の自己重要感は他の国民とは異なり自己有用感と優位な相関性があります。逆に言えばそれだけ真面目でもあるんです。どんなことに対しても一生懸命取り組みますから。ただ、これがサイコパスタイプの上司に当たると悲惨です。頑張っても褒められない、手柄は上司のもの。部下は上司から、お前は無能だ。 と言われ続けると、次第に自分が存在している価値さえ見失ったとしても不思議はありません。サイコパスタイプの上司は、そんな風に部下の心を意のままにコントロールしようとするのです。多くの独裁上司が辿る末路、斎藤知事の実態が明らかになるにつれ、兵庫県民は愚か、日本全体で、ドン引き、ムードが充満している。 そこに共通するのは、なぜやったことを素直に認めず、道義的責任も取らず、居座り続けるのか、という呆れと憤通りだろう。騒動が長引くほどに、こんな上司がいたら絶対嫌だと、自分ごとのように捉え、渋い顔で報道を目にしている会社員もいるかもしれない。そう身構えてもいいくらい、 割合的にはサイコパス的人物が意外なほど多いのは確かだ。でも救いはありますと荒氏が続ける。経験則ではサイコパスタイプで乗し上がった人は、落ちるのもあっという間です。仕事はできても人望がありませんから、権力をねえばソース感です。私の知る人でもサイコパスタイプはその後、哀れなほど落ちぶれて社会をさまよっています。 結局、仕事って、一人では何もできませんからね。最後に荒井氏は、斎藤知事の行く末をこう見通した。どう転んでも辞めざるを得ないでしょう。ここまで来ると県政が回らなくなってしまいますから。企業のような論理は働きづらいかもしれませんが、人間の本能に根差した全方位からの有限無言の反発が大きな圧となって、 動かない岩を動かすんじゃないですかね。そういう抑え感じないのがサイコパスタイプではありますが、荒井健一、荒井健一、経営コンサルタント、アジア人仕組み研究所代表取締役1972年神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、大手重機械メーカー人事部、アーサー・アンダーセン、現 KPMG、 ビジネススクールの責任者、専任講師を経て独立。人事分野において、経営戦略から経営管理、人事制度から社員の能力開発、行動変容に至るまでを一貫してデザインすることのできる専門家。著書に、働かない技術、いらない課長、すごい課長、日経 BP 日本経済新聞出版。 事業部長になるための経営の基礎、生産性出版、など。